はい、皆様こんにちは、かようまりのでございます。今日はですね、40代以降におすすめ国家資格3選ということで、ミモレさんというメディアに掲載されていたものをテーマにですね、やっていきたいと思います。ミドルの女性にもおすすめということで、40代以降の方ですね、おすすめということで、国家資格って300種以上あってですね、一体何を取ったらいいのかというですね、ことで3選ピックアップされてました。で、1つが FP ですね、他の資格と組み合わせることによって、いろいろとね、仕事の幅広がるよっていう話なんですけど、仕事はもちろんプライベートのね、金融知識なんかにも活かせますということが書いてあったんですけど、それはだと本末転倒なのかなっていうふうにちょっと思いました。あと宅建士ですね、これはなんか資格の登竜門と言われていて、結構ね、受験される方も多いんですけど、実際宅建士を受験する人って不動産関係の方になるのかなと思っていて、不動産業界で働きたい人じゃないと宅建士取っても正直意味がないんですね。なので、その転職とかね、そういうので不動産業界入りたいみたいな希望があれば宅建士を取った方がいいと思います。あとはその前にビジネスフォーム検定2級3級とかなんかも役に立つというようなことが書いてありました。で、最後3つ目がキャリアコンサルタント、これ2016年から国家資格になっていて、10万人に増やす計画なんかもあるので結構注目されている資格、今ね、このキャリアコンサルタントってその独占業務があるわけじゃないんですけど、名称独占といって、そのキャリアコンサルタントと名乗るにはキャリアコンサルタントの資格を持ってなければできないと。で、これがあると何が役に立てることができるかっていうと、人の今ね、流動化が激しい、要はね、一回勤めたらその会社に定年までいるというような時代なんかではなくて、どんどんですね、転職を繰り返していくようなね、そういう社会の流れの中で、人材関係のですね、仕事っていうのはこれからもね、どんどん伸びていく。で、それにはキャリアコンサルタントが必要とされることも、あるということで、ヘッドハンティングの仕事とかそういうのとかに就くとかいう場合に結構ね、いい資格なのかななんていうふうにも思いました。で、私がですね、ちょっとここで、おすすめしたい、女性におすすめしたい資格としては、やっぱりね、何よりも資業ですね、司法書士、社労士、行政書士とかね、あと税理士、会計士、弁護士、弁理士、何でもいいんですけど、このあたりの資業っていうのは女性にやっぱぴったりだと思います。で、私がやっぱ本業としている司法書士、はですね、やっぱ女性すごい働きやすいと思うんですね。いろんな動画でいろんなところで言ってますけれども、働き方めちゃくちゃいろいろあって、私のように、独立開業して、どんどんね、売り上げ上げてこうみたいな形で、やっていくこともできるし、ドラクエみたいな感じでガンガン行こうぜもできるし、ゆっくりね、自分のペースでやるということもできるわけですよ。外注としてね、フリーです。で、仕事を受けたいね、時があれば、それね、引き受けで、不動産、決済ヘルプとかやってみたりとか、あと自分はそういうね、書類とかの関係じゃなくて、財産管理人として成年後見業務やりたいと思えばそれだけ専門にやったりとか、実際そういう方いるので、週末司法書士じゃないけれども、自分のね、ライフスタイルに合わせた働き方ができるのが資業の魅力です。で、しかもですね、自宅開業できるし、開業資金かからないし、という形でね、自由に働けるのが資業の魅力なので、やっぱりこう FP 宅建士、キャリアコンサルタントもいいんですけれども、やっぱりなんかこう会社勤めの資格にどうしてもなってしまうので、自分で自立してね、こう稼いでいくことができる、で、自分のライフスタイルに合わせた働き方ができるってなってくると、やっぱり資業なのかなっていうふうにね、思っております。はい、そんな感じで40代以降のおすすめの国家資格3選ということで、今日はね、メディアに出ておりましたのでご紹介いたしました。今日は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。